おはようございます、みさぺこです。今日はよっとめちゃくちゃ大きいこの箱アンボックスしていきたいと思います。何かな時期的に考えると結構デビューは前の子たち、子たちっていうかお兄さんたちでは開けていこうと思います。なんかさ手変わったんだね、このピンクのやつに。あの星のやつも可愛かったけど、これが新しいジャニーズの箱ってことですね。やっぱ私もいろいろ思うとこありますよ。まあそれはさておき、開けていくの楽しみたいと思います。それではオープン。プンプン、じゃじゃーん。お分かりだろうか。そう、こちら、まずこれから紹介するね。ファン、間違えた。カトゥーンのファンタジアのショッピングバッグです。そう、今回はカトゥーンさんのショッピングバッグ、間違えた。カトゥーンさんのファンブック、ファンブックじゃない、間違えた。なんかいろいろ間違えてるね。カトゥーンさんのグッズが届きました、ファンタジア。これはね、あのね、どのくらいの大きさかっていうのはね、分かってる。ママが買ってたからね。こうやって持つわけですよ。だからね、結構ギリギリないよ。でも斜めにうちわ入れるから、まあワンちゃんいけんじゃんって思う。うちわとペンだと、まあタオルと、あの日つけ運は入ってなかったな。つけ運は入ってなかったけど、夢と希望は入ってた。そして私の情緒の持っていかれ方的に情緒もたくさん入ってた。そんな感じかな、ファンタジアのバッグです。生地がね、すごくしっかりしてて、いい。あと、ストポケットがあるから、これスマホポンって入れられる。すごく生地がしっかりしてていい。さあ、次。上のものからやっていくね。ちょっと。タオル。なんか匂いが違う。匂いが違う。なんか今までのとの匂いが違う。製造会社変えた？匂いが違うんだけど。え、しばらく放置してた私が悪いかな。1ヶ月半ぐらい寝かせてたんだけど。ファンタジアのタオル。なんか宗教みたいだね。宗教だってウケんね。なんか宗教みたいなタオルです。だからこれが2枚ある家ってどんな家なんだろうね。うちのママこのタオル巻いて寝てんだけどさ。どんな夢見てんだろう。次。これはパーカー。もうだからさ、暑いんよ。もう6月だからさ、これ6月3日とか4日に撮ってるんだけど、ごめん、見るわ。全然2日適当すぎる。パーカー、ちょっと待って、めっちゃ可愛いやん。ファンタジアって書いてあって、後ろにメンバーのプロフが書いてあるんだけど、可愛い。私とカミちゃん4つしか変わらないの？末恐ろしい。結構ファンタジアってもうなんか、結構ザ・シンプルなんだけど、分かる人には分かるって感じのパーカーだね。これ多分ね、洗濯めっちゃするとね、剥げていくと思う。そんな感じの生地感。ペタペタする。次。あ、そう。で、あ、まあいいや、後から喋ろう。次。これ、カトゥネット高まる。じゃあ。カトゥネット高まるで合ってるんだっけ？カトゥネット高まるで合ってる？ジャパネット高田。カトゥネット高まる。カトゥネット高まるで言ってた、その、アクスタケース。私、アクスタをさ、ポン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 入れれるものが欲しくて、なんか、買っちゃった。違うのを入れることもできそうだなと思って。なんか、それこそこういう鏡とか。まあ、これは入れる必要ないんだけど、このパワーの鏡が入るぐらいの横幅はあるから、まあ結構、いいなって思って買いました。これはなんかね、いろいろ入れれそうだなっていうのも思ったのもある。で、なんか、ついてきた紙。紙です。本来の用途以外の使用をご遠慮ください。かしこまり。次。これ何？なんかカンカン。カンカンのやつってなんかあったっけ？私何も考えないで買ってんだな、今回。はぁ。あ、ステッカーだ。
ステッカーが入ってます。これすぐバラせるやん。こんな感じでステッカーがわーっと入ってます。ちょっとなくしちゃうからごめんね。ナイナイするね。なくしちゃったら私泣いちゃうから、ピエンピエンと。カンカンを手に入れた。私カンカン好きなんだよね。じゃあ次、次これはもう見るからにいいですね。でも小型、なんかいつもより小型。パンフレット、パンフレット、ちょっと見るわよ、ちょっと見るわ。カメちゃんにさ、このちょっとモスグリーンっぽいカラコンをつけさせたの誰、天才なんだけど。モスグリーンっていうか、うっすら緑、なんかさ、サバ定食ぐらいのさ、色味ぐらいの、抹茶ラテみたいな色味のカラコン入れさせたの誰、天才なんだけど。天才すぎるんだが。ちょっと お姉さんに言ってごらんなさいよ。カラコン代出してあげるから。カラコン代しか出してくんないのかって感じだね。中丸がピアスしてるとほんと好きだなって思う。うわ、この上田さんすごい、なんか幼馴染の平均に刺さってそう。夢とか見ても忘れちゃう。ちょっと待って、亀梨くん、これはもう未完成すぎるよ。好き好き好きでしかない。やっぱカツンってかっこいいんだよ。ってことでパンフレットでした。後ほどゆっくり見ます。パンフレットが溜まっていくな。でもって、私の家って亀梨さんの私と上田さんのママがいるわけよ。物販で何を買ったかっていうと、そう、亀梨くんのうちわと上田くんのうちわを買ったってわけよ。誰がいない？中丸だよね。買ったよね。いや、さすがにさ、あのさ、スノーマンとかだと9枚買わなきゃいけなくなるから、ちょっとそれはしんどいなって思うんだけど、せめてカトゥーンとニュースぐらいは全員分買おうと思って。中丸買った。うん。それだけ。んで、そのくせに、クリアファイルは亀梨くんだけ買いました。ちょっと、そんなにいっぱいクリアファイルない。で、今回なんでこんなに箱が大きいんだろうって思ったら、こいつのおかげですね。で、昔から比べるとさ、めちゃくちゃコンパクトにならなかった？そう、ポスター、今回さ、ポスターがあったの、珍しいと思って。私昔のさ、長いポスターをさ、彷彿させてたからさ、もうちょっと大きい箱で来るかなって思ったんだけど、全然そんなことなかった。うわ、久しぶりだなこの感覚。でさ、これさ、ポスターがすごいおしゃれだった気がするんだよね。ほら見て、全身写ってんの。しかもなんかさ、こう壁とかに貼ってもなんかジャニーズっぽくないっていうか、まあめちゃくちゃカットゥーンって書いてあるんですけど、なんかこう、なんか昔みたいにさ、カオーっていう感じのポスターじゃないから、すごくおしゃれな感じで、なんかこう壁の一部とかに取り込めるようなポスターだなと思ったので今回買いました。まあそんなんじゃなくても買ってたと思うけどね。最近ね、欲しいと思ったグッズはね、惜しみなく買うようにしてる。なぜかっていうとね、後ほど後悔するからだよ。なんで私はあの時買わなかったんだろうかって後悔にこうなんか苛まれて、しばらく一週間ぐらいね、病むんだよね。なんでグッズ買わなかったんだろうって病むから、じゃあ買いたいと思うなら買えばって思ったんで買いました。はい、というわけでめちゃくちゃスピーディーに開けていってしまった。申し訳ねえ。の割には結構品数買ったから見てほしい。はい、というわけで、さすがにですね、配布歴もこんだけ長くなるとね、そんないちいちキャーキャー言っていられないわけなんですよ。あと亀ちゃんのグッズ自体は少ねえ。うん。だってもう買ってるからね。うん。足りなかったもの買い足しました。ので、こんな感じです。いかがだったでしょうか？これさ、中丸にピント合ってて、私にピント合ってないんだよね。ほらほら。中丸にフォーカスがね、ずっと追いかけていくの。もう、すべての視線を奪っていくんだね、ユッチは。そうやって。ユッチはそうやってファンの視線も全部奪っていくんだ。私にピントが合わない。私のチャンネルなのに。まあ、こんな感じで。私、初めて中丸のうちわを買ったと今回思ってたのね。海賊砲を中丸のうちは買ってました。びっくりした。はい、というわけでこんな感じでカトゥーンのグッズを買いました。いかがだったでしょうか？何を前面に出しとく？全ての瞳を奪い去る中丸雄一のうちわとともに終わりを迎える。
あまりにも熱くてさ。はい、というわけで本日の動画はこんな感じでございます。いかがだったでしょうか。中丸くん、この角度から抜け出せないね。一生そのままでいてね。はい、というわけで本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。よかったらね、また次回の動画でお会いしましょう。みさべこでした。またね。バイバーイ。バイバーイ。